ハロー YouTube! どうも、こんばんは、ゆぴです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、いきなり突然ね、動画の冒頭にね、この B3 がね、映ってますけれどもね、はい、冬のね、マストアイテムの一つなんですけどね、まあ、暖かさで選べば、まあ、革ジャンならもう B3 一択じゃないかなと思います。まあ、ライダースもかっこいいけどね、防寒性はほぼ皆無に等しいんで、ただ昔に比べてね、インナーとかいいものあるんで、あったかいものはね、冬ライダースでも結構いけちゃうっちゃいけちゃうんですけどもね、まあ B3 やっぱあったかいですよね。レザージャケットの中でも比較的軽いですしね。まあそんな中でですね、今回のブラックフライデーでめちゃくちゃお買い得なものを手に入れました。それがね、こちらでございます。はい、こちらですね、アルファ社のですね、B3 なんですけれども、フェイクムートン。まあ、フェイクですね。フェイクレザーのものなんですよね。でもちろんですね、アルファ社の ちゃんとしたものなんで、ちゃんとタグもね、この辺もアルファ社のものなんですけれども、そう、お値段的には、まあ、2万円ぐらいするんですよ。これ実際にはね、大体のお店で今2万2千円ぐらいで売ってるんだけど、このブラックフライデーでなんとびっくりしたのが1万1000円で売ってたんですよ。1万1000円で。楽天市場のエドウィン公式オンライン。だからエドウィンからちゃんと直接来たんですよね。ほら、ね、エドウィンからね。うん。で、マジかと思って。うん。同じ楽天市場の中でも2万2000円で売ってるモールもあるんですよ。で、ブラックフライデーで 44% オフで、なおかつ、期間的には短かったんだけれども、1000円オフのクーポンも使えるということで、なんと2万2000で売っている今でもね、今に売っている2万2000円のフェイクムートンの B3 が、なんとたったの1万円で手に入っちゃったというね、いや、驚きましたよ。てか、俺今日これがね、商品届くまでもしかしたら違うもんが届くんじゃねえかなとか、心の中でちょっとよぎりました。ちなみにですね、さっき届いたこれ、iPhone につないでね、HDMI と、まあ、ライトニング端子がこれくっつくやつ。これ、Apple で買うと誰か8000円ぐらいするんだけど、なんか安かったの、これ、楽天市場で。2000円しなかったのね。で、使ってみたらね、なんかおかしいんだよ、これね。原因はよくわからないんだけど、よくよくサイトを見たら、なんか日本語もおかしくなってたりとか、これはちょっと外れちゃったかなと思っております。で、そんな中でちょっとね、なんでね、こうリアルレザーのね、B3 持ってんのにこれ買ったかというね、まあちょっとね、いきさつをね、ちょっと簡単に説明したいと思います。まあちょっと袋から開けてみましょう。いや、こちらの品ですね、前から欲しかったんですね。去年ぐらいかな、2年ぐらい前かな。からちょっと目をつけてて、安くなったら欲しいなぐらいに思ってたんですよ、セールかなんかで。で、なんでこれが欲しいかって言ったら、もちろんですね、軽くてあったかいんだね、これね。レザー、フェイクレザーなんで、雨に濡れても全然平気だし、リアルレザーに比べてめちゃくちゃ軽いんですよ。まあ、若干そのね、ボリューミーなところで言うと、本物のムートにはかなわないんですけど、これも十分なあったかさ。うん。それと、あと今回ね、今年のなんか新色らしいんだよね、これね。ヴィンテージブラウンっぽい。なんかちょっと加工がされたようなブラウン。今まではね、やっぱこういうブラウンのものがあったんだけど、新色のこちらの、まあこれもブラウンって書いてあるんだけどね。うん。ただね、ウェブ上ではなかなかね、見分けがつかなかった。うん。あとはね、こちらの方はね、ブラックがあって、あと、まあ、こっちだら普通のね、ブラウンタイプがあるんだけれども、まあ、お店によっては、直営店によっては、そのブラックに、この、ブートンの部分のブラックのものもあるらしいんだけど、まあ、何せよですね、こちらの方、もう本当に雨が降っても全然もうね、気にすることなく着れるっていうね。まあもちろんね、こっちはこっちでもう着ますよ。うん。やっぱり本物のね、肌触りっていうのはやっぱりいいんだけどね、
重たかったりね、雨に弱いとかね、まあいろいろありますしね。あとまあ年季入ってますね、こっちの方はね、若干。これは中田商店のオリジナルです。なんだっけ。なんつったかな。ちょっと忘れちゃったんだけど、まあ中田商店で売ってるやつ。で、当時はわりかし、それでも安い方だったんだけど、今だいぶ値上がりしてると思うんだよね。オリジナル商品でも。レザージャケット自体がもうすごい革製品って、値段が上がっちゃってて、多分今買うとこれ6、7万ぐらいするんじゃないかなと思います。当時はね、4万円とお釣りが来たような気がしますね。あとね、こちらちょっとね、38っていうサイズを選んじゃったんですよね。当時私若干ちょっと太り気味でして、不摂生がたたって。今はね、だいぶね、昔の体重に元に戻ってね、スリムになったんで、今回はね、ジャストフィットの S サイズを選びました。実は M サイズはね、結構でかい。うん。ちょっと試着はした。ちょっとお店で。うん。悪いんだけど。でね、ちょっとディテールなんかもね、ちょっと細かく見ていきたいんだけど、まあこういうところはね、ちょっとね、本物のレザーと比べたら安っぽい感じはしちゃうんだけれども、まあ何せね、2万円ですからね、定価が。うん、まあここにちょっとアルファのタグもついてる。うん。残念ながら当然 B3 にね、これをつけると、ところはないんで、これは、さすがに紙製でタグにくっついてますね。普通は MA1 とかね、腕のとこについてんだけど、大体カバンにもついてたけど、カバンのやつはね、どっか行っちゃった、これ使ってるうちに、うん、ちょっと中開けてみましょう。はい、正真正銘のね、アルファ社のものでございますね。まあね、ムートンはね、これはまあもちろん合成なんで、でもあったかいですよ、もうこの時点でね。うん、で何よりやっぱね、持った瞬間軽い。箱が来た時ね、軽っと思って、うん。で、ちゃんとね、ここダブルジッパー、ダブルベルトになってるんでね、寒い時、まあちょっと格好悪いけど、首元締めればね、マフラーもいらないで、東京のね、空風にもね、負けないというね、優れものでございます。そんなね、ちょっとね、前から欲しかったこのね、アルファのフェイクムートンのね、B3 がね、もう半値で手に入ったというね、ブラックフライデー嬉しいですね。まあ私、このために今回DTM 関係のブラックフライデーは全てスルーしましたからね。はい、もうお金はもうありませんので、これに一点突破ということで。はい、というわけでですね、まだね、12月ちょっとまで間に合うと思います。1000円クーポンはね、もう終わってるかもしれないんですけど、もしかしたらまた復活するかもしれないんで、そこら辺はちょっとチェックしてみてください。概要欄にちょっとリンク貼っときます。多分何日かまではね、1万1000で売ってるはずなんですよ。だから、もしこれ欲しい人がいたらですね、ぜひ、こちらの方をね、覗いてみてはいかがでしょうか。これね、偽物じゃなくて本物ですね、本物ね。ほら、ね。1万9000円で買って。アルファ社のね、フェイクムートンの B3 ということでですね、気になる方はぜひチェックお願いいたします。というわけで今日はですね、ただ単にね、ブラックフライデーで格安の B3 のね、ジャケットを手に入れたというね、ただそれだけの動画でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ヨピでした。さよなら。もちろんこっちも着るよ。